皆さんこんにちは。改めまして NPO 法人エティックの伊藤でございます。よろしくお願いいたします。本日はですね、400人弱の方にお申し込みをいただきまして、自治体、あと大学関係者、ここは非常に今回多くなっておりますけれども、あと実際の企業さん、あとは、コーディネート機関の皆様にご参画をいただいております。今日私、司会進行、あと基調講演担当させていただきます伊藤と申します。よろしくお願いいたします。地方創生インターンシップ推進研究会の委員なども務めておりますし、あとインターンシップについては約20年間ほど、担当してきておりますので、今日はですね、そういった全国の事例も含めていろいろご紹介できたらなと思っております。で、今日はですね、非常に90分で、配信形式ということで、少しこちらから一方的なお話が多くなるかなと思いますけれども、途中いろんな事例ですとか動画ですとか、そういったあたりをですね、少し交えながら、皆さんにとっても午後一で眠くならないような形で、進行させていただければと思っております。よろしくお願いいたします。で、今日はですね、皆さんと共有したいなと思っていることが5つほどあります。90分でこの5つ伝えるのはなかなかちょっと難しいんですけれども、こちらに書かせていただいているようなところをですね、基調講演、あとは、佐藤さんによる自治体の事例紹介、あとジネットの南田さんも交えたですね、パネルディスカッション、そういった点でですね、少し、分散しながらですね、お伝えできたらなというふうに思っております。で、今日のお話を踏まえてですね、ぜひ実践編、先ほど田中さんからもご紹介ありましたけれども、ワークショップの方ぜひ受けたいなという方はですね、またお申し込みいただければというふうに思っております。ではですね、本題の方に入っていきたいなと思います。まずですね、今日はインターンシップにご関心の皆様、ある皆様、あとですね、地方創生インターンシップ、都市部から、大学生を受け入れるということに関心のある皆さんが多いかなと思いますけれども、まず冒頭はですね、地域の企業に価値あるインターンシップとはというあたりから、入っていきたいなと思っております。日本におけるインターンシップの類型ですけれども、このように3つに分けられております。現在ですね、日本の中で大学生でインターンシップ知らない人はいないと思いますし、かなりの割合で参加しているというような形になっていることは皆さんご存知かなと思いますけれども、実際ですね、この左側2つですね、業務体験型、課題解決型、そういったところがですね、非常に、参加するケースが多いのではないかなというふうに思っております。で、今日はですね、主に右側の実践型という部分をですね、事例を使ってケースとして扱っていきたいなというふうに思っています。冒頭ですね、皆さんにお伝えしたいのはですね、実践型をやってほしいということではなくてですね、この3つどれもですね、それぞれ目的があって、意味があると、受け入れ企業さんにも、参加する学生にとっても意味があるというふうに考えています。ただですね、その意味があるんですけれども、どういう目的でやっているのか、それをですね、受け入れ企業さんと学生の皆さんがですね、目的を理解して参加することが非常にこう重要かなというふうに思っておりますので、そのあたりも含めて今日、お話しできたらなというふうに思っています。ではですね、まず冒頭なんですけれども、皆さん今日大学関係者の皆さんも多いですし、自治体の皆さんも多いかなと思いますけれども、受け入れ企業が広がらないという問題意識が非常に多いかなというふうに思っています。ちなみにですけれども、皆さん今ご自身で計画されている、ないしは実施しているインターンシップですけれども、皆さん自身が経営者だと仮定した場合に、それはぜひ受け入れたいというふうに思う方はどれぐらいいらっしゃいますでしょうか。そのあたりがですね、今日の一つのメッセージというかポイントになっていくのではないかなというふうに思っています。で、これはですね、今からご説明することをすべて、そのまま正しくやってほしいということではなくてですね、実践型の事例が多くなりますけれども、その中からですね、皆さんが計画しているインターンシップ、例えば体験型、研修型、いろんな形があるかなと思いますけれども、そのエッセンスをですね、ぜひ盛り込んで導入していただくと良いかなというふうに思っています。で、実践型のインターンシップについてはですね、我々、経営者の皆さんにはこのようにお伝えしております。特に地域の経営者の皆さんですけれども、いろんなやってみたいことをたくさんお持ちかなというふうに思います。その中でですね、どうしても、今のメンバーだとなかなかできていないこと、そういったことをですね、本当はチャレンジしたいんだけれどもなかなかできていない、優先順位は低いんだけれども会社の経営方針としては重要性が高い、そういったことをですね、若い人たちと一定期間一緒にやってみませんかというようなお話を、実践型のインターンシップのご提案の時にはしています。で、今日はですね、この事例をですね、いくつかご紹介したいんですけれども、映像でですね、ぜひちょっと皆さんに見ていただきたいなというふうに思っています。
今日ですね、パネルディスカッションから入っていただきますけれども、ジーネットの、皆さんがですね、コーディネートされている、岐阜県大垣市の有限会社、大橋良樹さんですね、インターンシップの活用方法について少し、ご紹介していきたいなというふうに思っています。映像の中でも出てきますけれども、鱒ですね、大垣の名産の鱒を作られている、会社の社長さんのインターンシップの事例になります。約10年間ですけれども、インターンシップや、現在ですね、兼業副業なども、投入しながらですね、会社の中に考えてみると外部の人材、そういった人材をうまく活用しながら、計画心を起こしながらここまで会社を、変化させてきた、そういった事例になりますので、ぜひ見ていただければと思います。でですね、本来はですね、この3点についてですね、皆さんと一緒に動画を見終わった後、本当はディスカッションしたりすると効果的かなと思いますけれども、今日はちょっと時間がありませんので、この3点ぜひですね、皆さん職場で一緒にご覧になっていただいている皆さんですね、ちょっと考えるポイントとしてぜひ、捉えていただければなと思っております。1番がですね、企業においてインターン生はどんな役割を果たしているか、大橋良樹さんにおいてインターンってどんな役割を果たしているのかなというあたりをですね、少しご覧いただければと思います。2番目がですね、インターンを導入した結果、大橋良樹さんの会社ではどんな変化があったかなというあたりをですね、少し、字幕も出ますので、ぜひそのあたり、注視してみていただければというふうに思います。で、3番目ですけれども、大橋良樹さんのインターンシップの成功のポイント、今日はですね、成功の事例とですね、失敗事例も後でお話ししますけれども、成功のポイントは何だったのかっていうあたりがですね、キーワードでかなり出てきますので、そのあたり少し拾っていただければというふうに思っております。ではですね、動画の方、少しご覧いただければと思います。じゃあよろしくお願いいたします。岐阜県大垣市、この町にインターンの受け入れを通して新たな事業を開拓している中小企業があります。当社はマス、木のマスですね、木のマスの専門メーカーということで、日夜木製マスを作り続けておる会社でございまして、現在35名の社員にですね、どうでしょう、1日3000個ほどのマスを作っているという、そんなマス作りのメーカーでございます。当社はまだ70年ぐらいのね、創業70年ぐらいなんですけど、マスっていうのは1300年ぐらいずっとこう秤として日本で活躍してきて、特にお米の国なので秤ってきたんですけども、昭和のある時代からですね、皆さんの意識の中にあるように、お祝いの席で日本酒を飲むという、そんなような器としてですね、活躍するようになってきまして、それと同時に、この秤で使われることが徐々になくなってきたという。で、現在もそうですけれども、割とこうお祝いの席で祝杯としてとか、記念品としてということですけれども、多様化によってですね、こうお祝いの形式も多様化してきたので、このマスがそういう場で使われるってことも徐々に減ってきてるのかなっていう、そんな気がしてます。私はこう大手の IT 企業といえばいいんですかね、コンピューターメーカーで、営業するという仕事をですね、卒業してからやっておりまして、6年ほど勤めておりました。結婚するにあたってですね、父親にこう初めて、結婚するといった時に、なぜか親父はそれまで言ってなかったんですけども、お前はじゃあマス作りをしろと、当社を継げということでですね、いきなりその場で切り出されまして、気持ちの中には DNA にはいずれやるかもしれないという気持ちがあったので、迷いましたけれど、それを機に、この会社に入ろうということを決めました。家業を継いだ1993年当時、従業員の数は6名、年齢は皆50代や60代、マスの需要そのものも全盛期の半分ほどに減っていたといいます。そこからさまざまな試行錯誤を重ねながら事業を立て直していった大橋社長。そのチャレンジの一つとして、2008年からインターンシップの導入を始めました。最初インターン生っていう、もちろん考えたこともなくてですね、そういうインターン事業をですね、コーディネートしてる、そういう団体の方が、突如いらっしゃってですね、インターンやってみないかと。なんじゃそりゃという。お医者さんの卵かなんかだと思ってるとね、そしたらどうもね、うちに来てうちにある神社向けの商品があるんですけども、それを神社に、売り込んでみたいというふうな具体的な話で持ってこられてですね、で、当社としてはその
今までにこちらから営業したことのない新しいマスをですね、神社に売りたいと言ってくれてる若者がいると。で、そんな若者が当社で活躍して自分を成長させたいと、まあ、ボランティアかなと思いながらですね、まあ、それなら、ね、新しい販路もひょっとしたら開けるかもしれないし、まあ、ちょっとテスト的にやってみようかなっていう、まあ、ボランティア的な意識から始まりました。3ヶ月間の成果で言えばですね、実はその3ヶ月間には得られなかったんですね。神社への営業に行くということで、合格祈願系のマスをですね、一生懸命提案書を書いて、もしくはその神社にあったいろんな提案を、マスでやるようなことを書いていくわけですけれども、なかなか成果につながらないんですね。いわゆる契約を取れないと。で、彼のミッションとしては契約を取ると、1件でも取るということだったんですけれども、結局その3ヶ月内に、取れなかったと。やっぱ大学生だとやっぱ難しいのかなっていうのはその時の感じでしたね。その3ヶ月間の間に契約1件取るのは確かにできなかったんですけども、彼が回った神社でですね、結構その後に何々君が来た会社ですよねってことで、マスを注文したいということで、割とこの辺では大きなそういう神社さんからですね、今もパイプがあるんですけれども、後で注文が来たということで、おや、成果出たじゃん、そんなことを感じてですね、これはひょっとして、続けてやっていけるかもしれないということで、その後も受け入れるということを続けました。こうしてこれまでに30名以上のインターン生を受け入れてきた大橋良喜、若い学生の意欲を生かしていくために何かコツのようなものがあるのでしょうか。そうですね、最初は確かに若いから若い力でやってみたまえとか、特に2人目の子もそうだったんですね、居酒屋に営業に行きたいっていうんで、自由にやってみたまえっていうことで、それもなかなかうまくいかなかったんですけども、その発想じゃなくて、自社がこのインターン生を受け入れるってことは何だろうって考えるときに、やっぱ何かしら自分のやりたいことであるとか会社のやりたいことをちゃんとプロジェクトとして与えないと、ということはその3人目で分かったので、いつもやっぱ考えるのは、どんなプロジェクトメイクをして、どうやって当社の戦略として使おうかっていう、そういう自分の事業とか自分の夢とか、そういったところにリンクするような、そんなことをいつもプロジェクトメイクで考えてます。学生と企業の間をつなぐ役割をするコーディネーターの働きも大きかったといいます。今プロジェクトメイクって申し上げましたけれども、いろんな当社にとってこれからやりたいこととかって、経営者には当然あるんですけども、それを具体的にじゃあどうやって形にしていくかっていう部分で、やっぱりそのプロジェクトの中身とか、どういうふうなことをやって、何を達成していくかっていうのは論理立てて作っていく必要があるんですけども、そのプロジェクトメイクはですね、実は私の案を聞きながら、そのね、コーディネートしてくださっている方々が割とそのプロジェクトメイクを精度を高めて、って言って、最初じゃあこんなことでスタートしようというようなことを、コーディネートの機関の方々に、割とお世話になっておりました。現在でもコーディネーターと相談しながらインターン期間の使い分けなどを行っているといいます。超短期の1日から1ヶ月、半年など、プロジェクトの内容に応じて決めているそうです。では実際にインターンシップの取り組みが会社の売上へと結びつき始めたのは一体いつ頃のことだったのでしょうか。そうです、売上ということで言えばやっぱじわじわですね。すぐバーンといけばそれはいいんですけど、なかなかそういうわけにはいかないんですね。いろいろインターン生と例えば同じ時期に3人ぐらいインターン生がいて、いろんな情報発信をしてきたんですよ。そうするとこの情報発信の部分とかで、割と後からですね、集まってくるんですよね。そうやってきたことっていうのが、当社の事業がその評価されるのが面白いとか、あそこは学生さんと一緒になんかこういう事業をやってるとか、そういう情報発信ができて、でそこで集まってくるというようなことを繰り返したので、どうでしょうね、受け入れてすぐは正直その売上とか事業の進展っていうのは分からなかったんですけれども、3年とかですね、
ぐらい経ってくるとなんとなく、はい、その効果が現れてということで、で当社もまた新しい挑戦ができる、このインターン生を使って新しい挑戦ができる、それがまた新しい情報を生んで、で、新しいお客様を、うん、こちらに来てもらうということで、転がり始めて初めてこう売り上げに直結してきたっていうようなことを感じたので、まあ、なかなか最初では得られないですけれども、本当こう継続することで、得られたと思います。現在は、35人で、まあ、平均年齢も多分28歳代なので、そういう意味ではその人用を働いている人たちですね、それが、まあ、一番変わったという、まあ、分かりやすいところでしょうか。結局そうですね、こう、まあ、入社してくださる方っていうのが、まあ、普通のマスを作っている木工場としてうちを見てくれるわけではなくてですね、それまでこれまでいろいろインターン生とやってきた、まあ、いろんな事業がいろんな挑戦がですね、まあ、花開いて、当社に例えば、まあ、この辺りにもいろいろ出てくるわけですね。こういったものを、まあ、挑戦できるとかですね、こういったことをまた新たな市場を作りたいという思う、そういう学生さんとかが当社にこう、まあ、入社を希望してくださるというか、ですから今までインターン生で築き上げてきたこのチャレンジがですね、外からそういう、ね、こう、 うちに入社したいっていう人から見ると、自分もそういうチャレンジをしてそういう場に入れるんだっていう、そんなことがこう彼女たちとか、まあ、彼らに、まあ、響いてるんじゃないかなというふうに思います。新卒で入社して4年目の藤本さん、入社理由としては、私が就活をしていた上で2つ就活軸があって、まず人が絶対いいところっていうのと、あとは自分がやりたいことをやらせてもらえるっていうところだったんですけど、まず、まあ、面接の時点で人がいいっていうのはもうすでに分かっていましたし、人事の方ともお話をしたり、あとは、まあ、社長の人柄を見て、こういう人たちと働きたいなっていうのはすごく思っていたんですけど、2つ目 そのやりたいことがやれるっていうところは、もともと大学で英語を勉強していたので、もう英語をこう活かして何か仕事をするっていうことをしたかったので、こう日本の伝統産業であるマスをこう海外に持って行って海外の人に PR するっていうのがすごく魅力的な仕事内容だなって思ったので、入社の、決め手となりました。はい。様々なコラボ商品も生み出している大橋良貴、その中には海外の有名ブランドとの連携や新たな販路の拡大を視野に入れた事業展開もあるといいます。一番印象に残っているエピソードは、1年目の時に、海外の展示会に行く機会をいただいて、その時に、ニューヨークに行ったんですけれども、社長と2人でまず行って、そこから社長がもう違う仕事があったので、私1人でニューヨークに仕事をして帰ってくるっていうことがあったんですけど、あんまりこう1年目でまず海外のお仕事を任せてもらえるっていうところも少ないと思いますし、1年目からこう信頼を置いてもらって仕事をさせてもらえたっていうのはすごく印象に残ってますし、自分と同期のことかの話を聞いても、そうやって任せてもらえるところっていうのはあまりないと思うので、すごくそれは誇りに思ってます。大橋良貴ではマスを器としてだけでなくインテリアとしても活用するマスカフェの運営も始めており、事業の幅は若いパワーのもと今なお拡大し続けています。インターンの導入から会社の売り上げがおよそ3倍に伸びたという事実からもその成果を伺い知れます。最後に大橋社長に実践型インターンシップの価値について改めて伺いました。まあ、社長のこう経営者の、まあ、本当に、まあ、一緒になってこう夢を作ってくれる存在、事業のこう柱を作ってくれる存在だったのかなと、これは、まあ、今になって思えばですけれども、やっぱこう自分のやりたい、経営者がやりたいことっていっぱいあるんだけども、なかなかそれに手をつけられない中、その学生と一緒に 走れたわけですよね。そうすることによっていろんなこうマス この面白みがどんどん出てきたっていう意味で言えば、どうでしょう、本当に一緒に走る仲間というか、一緒に走る、なんだろう、
戦力、まあ本当に夢を咲かせる存在だったと思います。その夢がもしあるならば、でそして今それを手つけたいのであれば、そのやっぱりこうインターンシップ生っていうのは非常に、パワフルというか、あと、まあ、即効性はないかもしれないけど、その事業を回転さし始めることができるんだね。スタートアップができるので、ぜひ、夢のある、まあ、経営者の方々はですね、ぜひこう一回こういった、まあ、インターンシップというのにも取り組まれることをお勧めします。はい、ありがとうございます。皆さん動画を見ていただいて、イメージされているインターンシップとの違いはいかがだったでしょうか。まあ、イメージ通りだよっていう方もいらっしゃると思いますし、なるほどこういう考え方もあるんだなっていうのはあったのかなと思います。でですね、改めてちょっと実践型インターン のまとめですけれども、まあ大橋良樹さんのようにですね、社長さんや、まあ、新規事業のリーダーでもいいとは思うんですけれども、まあ、これをやりたいから一緒にインターン生と一緒にやろうというような発想の仕方はあるかなと思います。動画の中でもですね、若い力がやってみたまえというふうに最初は頼んでいたけれども、やっぱりそれじゃダメだと、自分の夢や会社の戦略、あと会社としてやりたいことに引きつけてですね、インターンシップを活用すると、まあ、自分たちの目的に合った成果が出せると、まあ、そこがですね、受け入れ企業さんにとってのそのインターンシップを導入する一つの価値メリットなんじゃないかなというふうに思います。また2番目ですけれども、まあ、事業組織の成長のエンジンということで、まあ、いろんなお話されてましたけれども、やっぱり新しい取り組みをしていくときに何か一緒にやれることがあるかどうか、あとはですね、組織の成長エンジンというところでいくと、ちなみにインタビューに出てきた藤本さんという女の子はインターン経験者では確かなかったはずです。で彼女は、まあ、社長もおっしゃってましたけれども、マスを作っている木工所に入社したのではなくて、大橋良樹でやっぱり海外も含めて挑戦できる会社だから入りましたと、で実際今挑戦できていますというお話がありましたけれども、やっぱりインターンを導入することによって会社の体質がこう挑戦できる風土に変わっていくというところもですね、まあ、組織の成長のエンジン、組織が変わっていくという観点で非常に重要なポイントかなというふうに思います。あとはですね、1日から、半年間で内容によって使い分けているというお話もあったかなというふうに思います。まあ、大学関係者の皆さんですね、やっぱり2週間4週間、まあ、大学のカリキュラムに応じてですね、ご提案されているかなというふうに思いますけれども、まあ、受け入れ企業さんにしてみるとですね、やっぱり自分たちがどういうふうにこう活用していきたいから、この期間一緒にやりたいというようなところもあるんじゃないかなと思いますので、まあ、そのあたりのすり合わせというところが非常にこう重要になってくるかなと思います。改めてまとめますけれども、インターンシップの導入による企業にとっての価値、2つ、2種類に左と右で分けています。まあ、これ実践型インターンというふうに書かせていただいてますけれども、別に実践型じゃなくてもですね、こういった価値の提供というのは可能なんじゃないかなというふうに思います。まあ、超短期の1日のインターンシップでどういうふうにじゃあ価値を提供するのかというのはですね、パネルディスカッションのところでもまた触れていきたいなというふうに思います。まあ、事業の成長のエンジンという観点ではですね、売上が上がったとか、販路開拓ができたとか、まあ、新規事業のリサーチができましたよとか、まあ、そういった部分もあるかなと思いますし、まあ、あまり今日は動画では出てきてなかったですけれども、例えば自分たちだけではなかなか、地域の関係者に関係性がなかったところをですね、発掘できるようになるとか、まあ、あと分かりやすい話で言えばですね、インターン生が東京から来ればですね、まあ、すぐ新聞に載ったりするということもあったりするので、まあ、自分たちの会社を地域の中でアピールしていくという方法、メリットもあるんじゃないかなというふうに思います。で比較的ですね、左はまあイメージがつきやすいんですけれど、右の方が基本的には大事かなというふうに思っています。まあ、組織改革の漢方薬ということで、やっぱりですね、地域の中小企業さんに人が就職しない理由の大半の理由とまでは言わないですけれども、やっぱり上手に育成したり活用できる会社になっているのかどうかというところは非常にこう大事かなと思います。まあ、お金をかけてですね、媒体出していってなかなか人が来ないなっていうことの前にですね、その会社はどういう人を受け入れたくって、どういうコミュニケーションと関係性を学生と築いていって、入社に至っているのかというところをですね、インターンシップも含めて考えていく必要があるのではないかなというふうに思います。そういう意味ではこういったインターンシップでですね、まあ、ある種やる気はあって、知識はない、経験もないけれども、まあ、会社にしてみるとですね、まあ、異分子が入ってくるということになりますので、まあ、ある種劇薬的な、存在かなというふうに思いますけれども、まあ、これまで中小企業さんが例えば、
一番若い社員さんがですね30歳ですみたいな企業さんも多いと思いますけれども、まあ、そういった会社にですね新しい人が入ってきたときに、まあ、これまでは同じメンバーであうんの呼吸でやっていたけれども、まあ、大学生が入ってくると教えないといけないんですね。話をして会話をしてこれはこういうふうにやるんだよっていうふうに教えたりですとか、まあ、あとはですね学生は結構無邪気ですので、例えば田中さんという社員さんがいらっしゃったらですね、田中さんはなんでこの会社で働いてるんですかとか、会社楽しいですかみたいな話をですね、まあ、普通に聞かれるわけですよね。まあ、社長はですね普段外に出かけていっていろんなところで話してますけれども、まあ、社員さんはですねそういったこう問いをされるとかコミュニケーションを取るとか、まあ、そういったこと自体がですね新しい人材を受け入れる、まあ、風土を醸成していったりというようなことにもつながっていくのではないかなというふうに思っています。まあ、このあたりですね非常に隠れたインターンシップの提供価値かなというふうに思いますけれども、まあ、実はですね多くの日本の地域の中小企業さんが困っていらっしゃるポイントでもないのかなというふうに思っておりますので、まあ、このあたりもぜひ、押さえていただけると良いかなと思っております。はい。でですね、まあ、いつも成功話をするとですね失敗したケースも教えるというふうに言われますので、まあ、3つほど失敗するケースというのを持ってきております。まあ、成功のポイントの裏返しでもありますけれども、まず一つ目はですねこれはどの方でも一緒だと思いますけれども、やっぱり期待をしていくことっていうのは非常にこう重要かなと思います。大学生もですね敏感にこう感じ取りますので、あここは実践型って言ってるけど労働力で使おうとしてるなとか、まあ、自分たちが入ってくるためにわざわざ用意してくれたんだなみたいなことはですね結構敏感に感じ取ったりしますので、まあ、そういう意味ではですね期間の長さに関わらず皆さんにはこれを期待していると、これをやってほしいということをですね明確に設定していくことが必要かなというふうに思います。まあ、目的が曖昧ですと結構やっぱり大学から頼まれて大事なお客様をお預かりしましたみたいな形になってしまいますので、そうすると企業さんもですね少しこう、まあ、いいところばっかり見せるというようなことも出てきてしまって、なかなかこうお互い本音で話せなかったり、まあ、それは1日でも3日でも1ヶ月でも一緒かなと思いますけれども、そういったあたりが一つ、ポイントかなというふうに思ってます。まあ、お客さんと接点を持たせたりですとか、そういった点もですね非常に考えていく必要があるかなと思います。あとはですね仮説がないということですけれども、若いからとか、柔軟な発想があるだろうっていうふうに、まあ、勝手に考えてもらって何かやってよって言ってもですねなかなかやっぱり新しいアイディアっていうのは出てこないんじゃないかなというふうに思います。やっぱりですね大橋良樹さんでも自分たちのお客さんに学生をですね営業に出させてですね触れ合い接点を持たせたりとか、まあ、そういった中で会社の状況をよく理解した上でこれが誰に買ってもらっているのかとかお客さんのニーズは何なのかということをですね感じることによって初めて新しいアイディアとかっていうのは出てくるんじゃないかなというふうに思います。で3番目はですね学生が受け身ということで、これはどの方でも一緒だと思いますけれども、やっぱりですね行くまでにですねどういうハードルを設定できるかどうかっていうのは非常にポイントかなと思います。やっぱりちょっと受け身ですけど、うちの学生はおとなしくて受け身ですけどお願いしますっていう大学の関係者の皆さんも多いかもしれないですけれども、まあ、それを頼まれる企業さんっていうことになってくると相当難易度も上がりますしコストも上がっていくんじゃないかなというふうに思います。まあ、そういった意味ではですね大学の関係者の皆さんぜひ事前研修も含めてですねこのあたりどういうふうに学生たちがちょっとでもいいので前向きな気持ちでインターンに行けれるようにできるかどうかというあたりはですね非常にポイントになるかなというふうに思います。で今日の大きなテーマではありますけれども、まあ、こういった、企業さんにもですね提供価値が高いインターンシップを実行していくためにですね地域コーディネーター非常にですね重要な役割を果たしていくんじゃないかなというふうに思います。まあ、間に入ることによって企業さんのニーズあとは学生たち のやりたいこと、まあ、その辺をですねマッチしていく存在というふうにご理解いただけると良いではないかなというふうに思っています。まあ、今日はですねあんまり詳しくお話できませんけれども、まあ、実践編の方でぜひこのプロジェクト設計ですとか、まあ、あとプロジェクト設計以前にですねなぜあなたの地域あなたの大学ではインターンシップをやるのか、まあ、そういった目的 の設定っていうのもですね非常にこう重要になってきますので、まあ、そういったところをですね抑えながら実践編でも引き続きこのあたり取り扱っていきたいなというふうに思っております。ではですね前段の基調講演というかですね話題提供ですねこのあたりで、おしまいにしてですね実際にですねこういったタイプのインターンシップを、まあ、地域で受け入れをされている、事例紹介に行きたいなというふうに思っています。で、画面切り替えていただいていいですか。で今日はですね秋田県の羽後町の役場の、佐藤正和さんにですねご登壇いただきます。ご登壇といってもですね正和さんは秋田から、配信という方のすごい背景ですねお祭りの前みたいな感じになってますけれどもじゃあですね佐藤さんから、15分ほどですね秋田県羽後町の取り組みを少しご紹介いただければというふうに思います。じゃあよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは、秋田県うご町の佐藤と申します。じゃあ早速ですね、うご町で、受け入れた実績といいますか、事例紹介をさせていただければと思います。画面共有させていただきます。映りましたかね。はい、ということで、秋田県羽後町、そもそも、どこなんでしょうという話から始めると思うんですけども、まあ、秋田県、東北地方にありまして、まあ、左上の方にあります。で、羽後町はですね、県南部に位置しておりまして、大体人口が、1万5000人の町でございます。で、ここに5人中2人はベテランと書いてますが、高齢化率 40% というところです。で、3分の2は山に囲まれているようなよくありがちな、農村部だと思っています。で、今日ですね、初雪の予報が出てたんですけども、無事に降りませんで、まあ、ちょっとほっとしているところでした。で、町自体には駅がなくてですね、交通インフラも、なかなか整備されていないような状況のところです。で、まあ、名産というところで言うと、冷やがけそばという、夏でも冬でも、冷たいお汁で、そばを食べるみたいな文化がありまして、あとは、何でしょう、こうハスの花がですね、すごく咲いている公園で、海賊船のオブジェになってしまったんですけど、前は遊具だったんですが、オブジェが、置かれているような公園があったり、自分の背景にも映っていますような、伝統文化ですね、西馬音内踊りという、観光、イベントが、ある地域でございます。で、先ほど、伊藤さんの紹介の中で羽後町役場職員というところでご紹介いただいたんですが、我々 NPO 法人未来の学校というのを立ち上げておりまして、去年から、地域公式協力隊の卒業生だとか、地元の経営者さんと、共に、立ち上げている団体で、いろいろ活動をしています。で、私はそこに出向させていただいているという状況です。で、ロゴマークがですね、一応ありまして、まあ、ちょっと学校のフォルムを、してます。フラッグが U という文字で羽後町を拠点にして、今現状暗い人口減少とか少子高齢化っていうめちゃくちゃ暗い課題に対して、未来の学校の取り組みで、明るい出口ですね、左側が入り口で右側が出口なんですけども、少しの未来の学校の活動を通じてワクワクする地域の未来につながるような取り組みということで、いろいろ取り組みをさせていただいています。で、私の自己紹介としては、改めまして佐藤正和と申します。で、地域のお兄さんっていうふうに、名前の前に書いてあるんですが、まあ、これが、自分のあるべき姿であったり目指すべき姿として、これに、資する活動ということを、心がけてやっておりますという形です。で、団体がですね、目指す理想と掲げる未来というところで、掲げているんですけども、最上級の課題については地域住民の生活の質向上による持続可能な街づくりということで、ここは、羽後町という自治体と、まさに合意を取っておりまして、まあ、羽後町を存続させるためには持続可能な街づくりをし続けなきゃいけないというところで、それに我々も、ワクワクする地域の未来を作るということで貢献していければいいなというところを思っています。で、ワクワクする地域の未来って、なんかこう抽象的だなと思ったので、さらに分解してみたときに、エリアは秋田県内エリアを、理想を語り合う場があって、夢や目標を実現するためのチャレンジが生まれている地域にする、これを、多世までの行動指針として、さまざまな取り組みを行わせていただいております。で、まあ、実施体制としては、まあ、おっさんが3人、コアメンバーとしていろいろとやっているというところで、すごく色が、それぞれ出ているチームになっています。まあ、具体的な活動としては本当に、いろんな取り組みをさせていただいておりました。小学生向けの職業体験イベントであったり、今回ご紹介する実践型インターンシップ、国際交流やローカルニュースサイト、あとは関係人口というワード、まさに今ホットワードだと思うんですが、そちらで競争関係を結ぶというところだったり、高校の魅力化プロジェクトというところにも、いろんな取り組みで参画させていただいております。で、まあ、実績手前にそうですが、ご紹介しますと、10月ですね、札幌ビールさんと、コラボしまして、和むすびというビールが発売されております。こちらアマゾンで、ご購入いただけますので、もしよろしければぜひご購入ください。はい、ということで、実践型インターンシップについては、3年ほど前から、取り組ませていただいてまして、まあ、合計すると企業で延べ13社、参加大学生が30名ということで、主に県外の、都市部の大学生ですけれども受け入れをしております。で、今年度からオンラインでも、受け入れをしておりまして、そちらは2社6名というところを、受け入れております。
でですね、今回の実践型インターンシップ、我々の取り組み、我々が掲げる役割についてどう資するのかというのを整理しております。一つは地域の事業者さんたちもチャレンジしているような地域であれば、ワクワクする地域の未来を作るということに、当然資するというふうに考えて、で我々ができる役割としては大学生、関係人口という方々ですね、と地域の競争環境をコーディネートするという役割で、この理想に掲げている未来に少しでも近づこうと思って実践型インターンシップはあくまで手段として、実践をさせていただいているというところでございます。そもそも導入したのはですね、実は団体立ち上げ前でして、自分が役場職員時代に、このような対象とした課題のもと、立ち上げた事業でございます。一つはですね、協力隊の出口策ということで、やっぱり、地域おこし協力隊というところが、出口としてどうするんだ、受け入れたもののどう、その未来を作っていくのか、まさにこう仮説なく、協力隊の方々、何かしら仕事を作ってくださいというのはあまりにもこう、無謀すぎるんじゃないかというところで、インターンシップのコーディネーターというところは出口策になるんじゃないかということで、きっかけとして始めています。2つ目、企業への人員支援というところ、当然人口減少が進んでいって、儲かっているのに、廃業せざるを得ないみたいな状況の企業さんも多いところがありましたので、まずは企業への人員支援ということで、こちらの取り組みを、させていただいています。で、3つ目に地域のファン獲得というところで、インターンシップ、実践型インターンシップ、なかなか当時はですね、取り組んでいるところ全国にも、今も多いんですが、まだまだ目立ってるぞというところで、地域のファンをこういった取り組みで、獲得できればなというところを対象とした、課題設定になっております。で、導入の費用のところなんですけども、最初はですね、コーディネーターの人件費、活動費というのは地域おこし協力隊、まさに地域おこし協力隊の隊員が、コーディネーターとして、入って、導入しております。あとはですね、伊藤さんが所属されているエネプロティエティックによるサポートということで、地方創生の推進交付金を立ち上げの時に、使わせていただいておりました。あとは、魚町側からは、インターンシップの受け入れ企業の助成ということで、コーディネート料と、学生の交通費滞在費の一部というところで、町からの補助金を受けております。あとは、企業としては、学生の交通費、宿泊料、滞在費、活動費というところを、負担してくださいねというふうにおっしゃっています。で、参加学生としては、交通費、宿泊料、滞在費、これは企業ごとにですね、取り決めがありますので、一部学生は負担しているケースもありますというところです。で、実施体制としましては役割分担としてこんな形になります。エティック様からは、コーディネーターの心得だったりプロジェクト設計の基礎知識など、コーディネーターの、導入についての、レクチャーであったりとか、全国コミュニティを運営されてますので、そこでの情報交換、あとは、参加学生のマインドセットやフォローアップというところを、お願いしておりました。で、地域おこし協力隊については受け入れ企業を募集というところで、これは地域の企業、まさに営業しまして、仮説をヒアリングして、ここであれば、実践型インターンシップが、適しているのではないかという企業を見つけて、そこからプロジェクト設計を、しております。で、プロジェクトを設計して、企業、学生がまさに、来たらそのサポートをするという役割になっています。で、企業としては、プロジェクト自身の責任が当然あります。企業活動の一環としてこのインターンシップを受け入れていただいておりますので、そういった責任があるというところ。あとは受け入れ環境整備ということで、インターンシップだけの受け入れ環境ではなくて、社内環境自体ですね、会社の社長だけがインターンシップ受け入れるっていうところを知っているっていう状態は非常に良くないものですから、従業員の皆さんともそこの、意思疎通は取ってくださいねというお願いしています。で、参加学生の皆さんには、事前に学習をしていただく、その業態であるとか、会社について知っていただくっていうところを、事前学習としてしていただいてまして、あとは滞在準備や片付け、プロジェクト参加や振り返りということで、会社の、インターンシップですが、企業活動の一環ではあるんですけども、自身の成長についてもきちんと振り返っていただくような、ことをしております。で、一つ事例をご紹介します。建設業の、採用戦略として、これは、受け入れたものでございます。建設業界、当然どこの、企業さんもあるかと思うんですが、本当に人材不足ということで、人事採用をどうするかという戦略を練られているところがあると思います。で、この、企業さんについては最初のインターンシップで、採用パンフレットを作成しました。
で、建設業っていうとこう重機を動かすとかそういうところを切り取るケースが多いんですが、ここでは社員さんを切り取って、まさにこう建設業っぽくないですね、会社社員さんたちの笑顔があふれているの、そこをピックアップした会社案内を作って、高卒者がその当時、ゼロだったんですが2名採用したというところが実績としてあります。で2回目がですね、ちょっとオンラインになりまして非常にこう苦慮したところもあったんですが、学生さんたちに、ホームページ採用専用の特設サイトを作っていただきました。かなりですね、オンラインになると、コミュニケーションを取らなきゃいけないというところで、企業さん側にも初めての取り組みであったんですが、すごくオンラインツールの活用から、オンラインのコミュニケーションの取り方まで、すごく、ご配慮いただきまして、採用特設サイトというのが開設されて、今まさに運用しているというところでございます。まあ、こういったようにですね、受け入れ企業さんの戦略に沿ったインターンシップを実施するというところが、次年型インターンシップと思っているんですが、我々も今後の方向性と課題について、最後お伝えして終わろうかと思っています。で、まあ、一つ目に、まあ、この情勢ですね、コロナの情勢どうなるかというのは誰も予想がつかないというところであると思うんですが、一方でオンラインでもやれるというところが自信につながったところがありました。で、オンラインとオフライン、当然融合していかなきゃいけないというところが、まあ、一つ目の方向性と課題でございます。まあ、オフラインで、まあ、地域で受け入れる、感染予防の観点からすごく難しいところであるんですが、まあ、必要な配慮をした上でオフラインでも受け入れていくというところをどうやっていくかという課題でございます。2つ目に受け入れ企業の開拓ですね。まあ、結構リピーターがうちの地域は多くてですね、リピーター企業様を、中心に回ってはいるんですけども、新規でこのインターンシップというところの有用性だったりとか、まあ、会社の戦略作り、なかなかこう戦略すら立てていない企業も、あるというのが現状としてありますので、そういった企業活動のところも、少しお力添えをできたらなというふうに思っています。3つ目に事業間連携というところですね。まあ、正直ですね、インターンシップのコーディネートだけではですね、なかなかこの事業自立というところが難しいかなと、うちの地域では特にこう企業数も少ないというところがありまして、そういったところで事業単独でこうマネタイズをしていくというところではなくて、事業間を連携して相乗効果を図っていけるような、そんな取り組みにならないかなというところで課題として挙げさせていただいております。非常に足早でしたが、まあ、他にもいろんな取り組みで、ご参考いただけるような、取り組みもあるかもしれないので、宇後町ローカルニュースサイトの導入をぜひチェックしてくださいということで、事例紹介をさせていただきました。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。随所に宣伝も挟んでいただいてありがとうございます、はい、じゃあですね、ちょっと 1,2 個質問をさせていただいて、その後パネルディスカッションに移っていきたいと思いますけれども、改めてですね、宇後町さんの方でこういったインターンシップを実施されている、まあ、町としての目的みたいなものを少し改めてご紹介いただいてもいいですか。ご質問でですね、まあ、何人就職したんですかって質問もちょっといただいちゃったりしているので、まあ、そのあたりちょっと、まあ、最終的にはそこをゴールにされてるかもしれないですけれども、まあ、ちょっと改めて目的のあたりをよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まあ、目的としては、団体が掲げている通り、ワクワクする地域の未来を作るっていうところになっています。で、自治体であればやっぱり移住定住施策、うん、まさにこう就職の数っていうところを目標に掲げがちではあるんですけども、まあ、ことわざで関係人口というワードがまさに、出てきたというところが、うん、まあ、逆に強みかなと思ってまして、うん、まあ、町に住んでいなくても、要はその町に関する活動をしていただける、そこを目的として、まあ、就職につながらなくても、まあ、副業として関わっていただけるとか、その会社のファンとしてその商品を買い続けていただけるようなところまでは、多分当選として引っ張れるかなと思ってますし、そこをなんか目的にしているのではないかなというふうに考えています、うん、ありがとうございます。まだ社数も含めてまだ2年3年ぐらいの取り組みですので、そんなにたくさんの企業でできていないとは思うんですけれども、その中でもこう企業さんのその変化とか手応えみたいな、受け入れた企業さんの部分での変化っていうのは何か感じられるところはありますか？そうですね、うちの町では具体的にこう売上が何倍になったとかっていう事例はまだないんですけども、やっぱりさっき、採用パンフレットを作って高卒2名採用しただとか、うん、まさにこう女性がなかなかいない職場で女性のインターンシップを受け入れたら女性社員が投与できたみたいな、なるほど
ところが、まあ、直接の実績ではないんだけども、うんうん、社内の、風土改革みたいなところにつながって、採用につながったという事例はあります。うん、まあ、そういった意味ではその町としては、まあ、もちろんインターン生がそのままその会社や町にこう I ターン U ターンしてきて入ってくれることも、まあ、それはそれでありがたいけれども、まあ、どちらかというとこうファンになってもらったりとか、まあ、まさに関係人口じゃないですけれども、まあ、うご町とずっと関係を持ってもらえるような、まあ、そういう人材の厚みをこう増していくような取り組みになっていけばいいなっていうあたりが一つの目的の設定っていうところになりますかね。そうですね、その通りだと思います。はい、ありがとうございます。そしたらですね、ちょっとパネルディスカッションの時も少しいろいろお聞きしながら、もう少し佐藤さんの取り組みを、深掘りをしていきたいなというふうに思います。いくつか質問もたくさん来てますので、ちょっとまた後で、はい、振らさせていただきますね。はい、ありがとうございます。じゃあですね、あ、そうだ、忘れてた、スライド18を投影していただいていいですか。すいません、まとめを忘れてました。はい、ですね、まあ、インターンシップでの目的ですね、今日大学の関係者の皆さんも多いので、まあ、地域の中でっていう設定だと少し難しい部分もあるかなというふうに思いますけれども、まあ、このようにですね、非常に多様な、目的設定が可能かなというふうに思ってます。まあ、そういう意味でですね、皆さん、自治体の皆さんですね、部署があると思いますので、その部署で取り組められていることであれば、自分の部署に紐づけてやるのがいいと思いますし、まあ、連携してやるのであれば、このあたりがですね、一つポイントになってくるかなと思います。で、次のスライドで、はい、で、地域にもたらす影響の部分の少しまとめをお話ししておくと、このようなところが大きいかなと思います。まあ、大橋緑さんのお話でもありましたけれども、外部の人材を受け入れることで外部の人と仕事をしたりですとか、まあ、このご時世ですとオンラインでプロジェクトを進めていくっていう経験値がですね、地域の中でたくさん積み上げられていくっていうのは、非常にこれから移住定住も含めて関係人口の増設っていうところでは非常にポイントになってくるかなと思います。まあ、こういったことができる人材がですね、地域の中にたくさん増えれば増えるほど関係人口も厚みを増して、まあ、それが将来移住定住にもつながっていく可能性もあるというあたりは、一つのポイントになっていくのではないかなというふうに思っております。はい、いくつかですね、チャットでもご質問いただいてますけれども、パネルでも拾っていけるところはどんどん拾っていきたいと思いますので、ぜひ、ご質問どんどんいただければなというふうに思います。じゃあですね、残り早くも30分ちょっとになりましたので、パネルディスカッションの方に移っていきたいと思います。じゃあですね、NPO 法人 G ネットの代表理事のですね、南田さんからですね、少し G ネットさんの自己紹介を、お願いしたいと思います。じゃあよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。NPO 人 G ネットの南田と申します。どうぞよろしくお願いします。先ほど紹介されていたですね、大橋緑のコーディネートをずっと、やっておりました。10年近くですかね、やっておりました。G ネットは2001年に創業している NPO 法人で、2004年から、実践型のインターンシップを地域で、取り組み始めています。今は、まあ、インターンシップと呼ぶかはさておき、土短期の1日ぐらいのプログラムから、まあ、半年程度のプログラムまでのコーディネートをしているのと、ご質問の中にもいくつかありましたが、地域で働きたい若者と意欲ある人材が欲しい中小企業をつなぐ就職や採用のサポートで、今そのインターンを大学生に限定する必要はないかと思っていて、社会人の兼業や社会人のインターンシップのコーディネートみたいな、インターンシップ、採用、就職、兼業、プロボノみたいな、まあ、こういった形のコーディネートに取り組んでおります。以上です。はい、ありがとうございます。ではですね、あと南田さんと佐藤さんにはですね、これから、まあ、地域でインターンシップをする学生っていうのはどんな学生なのかっていうのが一つで、二つ目が、中間支援地域とか地域コーディネーターっていうのはどういう存在なのか、まあ、その立ち上げ方っていうのが二つ目で、三番目にですね、まあ、今回も大変ご質問が多かったですね、オンラインでのインターンシップについてっていうところで、この3つをですね、10分刻みで最後やっていきますので、よろしくお願いいたします。で、最初の話題ですけれども、最初はですね、地域でインターンシップをする学生っていうのはどういう子たちで、そしてどのように変化するのかということをですね、少しご紹介していきたいなと思います。で、ここではですね、少しケースで地域ベンチャー留学という取り組みをご紹介します。
でこちらはですね、マイティクで運営しているものですけれども、学生がですね、春休み夏休み限定でコロナの前はですね、住み込みで経営者の右腕として一定期間過ごすというようなものを取り組んでまいりました。今からですね、そちらの参加学生と参加しようとしている学生の VTR をお見せします。なるほど、都市部から、地域に、行く学生たちっていうのはこういうマインド問題意識があるのかというところをですね、少し見ていただきたいなというふうに思っています。で動画はですね、10分ぐらいなんですけれども、この3点ですね、ぜひ押さえていただきながらちょっと見ていただくといいかなというふうに思います。一番のポイントは、大学生たちが、ちなみに今からお見せする子たちは全員 U ターンではなくて I ターン先に行ってるんですけれども、要するに地元でインターンはしてないんですね。どういう目的でインターンに行っているのかっていうポイントと、あと地域をどういうふうに捉えていたのかっていうあたりをですね、少し見ながら、ご覧いただければと思います。じゃあ VTR お願いいたします。夏休み前の6月某日、 NPO 法人エティックが主催するイベントが東京で開催されました。集まったのは主に首都圏の大学に通うおよそ150人の学生たち、さらに日本全国からやってきたコーディネーターや学生のパワーを求める地域企業の面々。学生と地域企業がこの場で出会い、うまくマッチングすれば、学生たちは長期休暇を利用して数週間から数ヶ月間、地域に住み込みながらの実践型インターンシップに臨むこととなります。日本各地の地域やその地元企業が抱えるさまざまな課題、そうした課題の解決を目指すべく、多種多様なインターンシッププログラムがここに持ち寄られ、学生たちに向けてアピールされます。学生たちも真剣な眼差しです。自分の力がどの地域のどんな企業の課題に生かせるのか、イメージを膨らませます。数ヶ月前に大学に入学したばかりの1年生も多く参加するこのイベント、一体どんなことに期待して学生たちはインターンシップに参加しようと思い立ったのでしょうか。海外の人とかとつながれるプロジェクトがあれば参加して経験してみたいなと思って今回参加しました。将来教員になろうかなと思ってたんですけど、教員になるなら今この4年間で絶対できないことをやりたいなと思って今回参加しました。その企業経営に加えて地域の社会的な問題についても取り組んでるっていうのは、同時にいろんなことを学べるのかなと思ったので、自分の強みとかはまだ分かんないので、ちょっと周りに差をつけたいなと思って参加しました。いつか地元に戻ろうかなと思ってるので、地域のベンチャーにインターンに行こうと思いました。もちろんその地域に貢献できることはもちろんですけど、まあ、その後こういつか地元に何か持って帰れる何かその教訓的なものを得られたらというふうに思います。1年生の時に5日間 の, その地域活性化のワークショップというものに参加して、で今回2年生になって1ヶ月に挑戦してみたいなって思いました。イベントではすでにインターンシップを経験した学生によるパネルディスカッションも行われました。お二人は大学2年生の春、大分県竹田市にある縫製業を営む会社で1ヶ月間インターン生として働きました。テレビ電話をつなぎ、地域コーディネーターの佐藤直子さん、受け入れ企業の大塚専務も参加して、会場の学生たちに向けてインターンシップ中の体験談などが披露されました。春休みに何しようって考えた時に、もしかしたら私将来東京じゃなくて地方に住むかもしれないから、地域でのワークスタイルを見てみたいなっていうふうに思って、で地域ベンチャー留学に参加してみようっていうふうに思いました。参加したきっかけはインスタグラムの広告で見つけて、その広告に経営者の右腕になるっていう言葉があって、そこにすごく惹かれたっていうのがあって、経営者の人数もやっぱり少なくて、少ない中で回しているので、そこに関わることで自分が会社に与える影響が他と比べて大きいっていうところがやっぱ大きく違うくて魅力の部分だなと思います。2人に与えられたプロジェクトは3つのミッションの解決でした。1つ目はベトナム人従業員も多くいる社内における
コミュニケーションツールの作成。2つ目は社外とのコミュニケーション、つまり外部に対する情報発信ツールの作成。3つ目は地域住民とのコミュニケーションが可能な場の形成。2人は1ヶ月間住み込みでこれら3つのミッションに取り組みました。最初の1週間目とかはその与えられたことに対して2人でじゃあここを私がやってここはアイリーがやろうとか言って分担したりとかして、これをこのミッションを解決するためにはこういう手順が必要だよねとこういうことやんなきゃいけないよねっていうのを2人でいろいろ考えて書き出したりしてたんですけど、その時間がすごく楽しくて、なんかこういうことができる、あこういうこともできるねみたいな、いろんなアイデアとかが結構割と最初の方出て、その時間がすごく楽しかった。なんかそのバイトとかっていうのはなんかこれをやってくださいっていう風に言われて、私が何かまあ行動を起こすじゃないですか。でそれに対してなんかまあできなかったできたっていう、ただそれだけのこと、ただそれだけのフィードバックなのかもしれないですけど、なんか1ヶ月っていう期間を通してなんかコーディネーターさんとか専務とかその社員さんとかも私たちが成長することを手助けしてくれようという意識があって、だから私たち自身のことについてなんか自分のことのように真剣に考えてくださって、なんか井口さんはこんな人だねとか、こういうなんかメリット、あのさ長所があるねとか短所があるねっていうのを教えてくれて、それがすごい自分にとって良かったなと思ったし、私がそれはあの地域ベンチャー留学に期待してたことの一つだったので、そういう点で大きいなって思いました、はい。まあ、2週目以降そのモチベーションが下がった時期もあったんですけど、まあ、専務とあのもう一回話し合ったり地域コーディネーターの方と面談したりする中でそこも乗り越えてって、後半の部分はなんかもっとできることがあるんじゃないかっていう風に考えが変わってって、ただミッションをやるっていうだけじゃなくて、なんかそれにプラスアルファで何かできることがないかっていうのをアイリーとも話したりして、なのでそうだんだん気持ちがなんていうんだ、最初はミッションにもう向き合ってただただ向き合ってたんですけど、後半はさらにもっとプラスアルファでできることはないかって考えるような視点に変わってたなっていうのはあります。こうして2人はベトナム人従業員向けのガイドブックを作成したり、会社の情報発信のためのホームページを開設したり、地域住民を工場見学に招待したりと、プラスアルファの工夫を凝らしながらミッションに取り組んでいきました。1ヶ月間の実践型インターンシップ。縁もゆかりもなかった地方の町に飛び込み、住み込みで働く日々。その中で2人は多くの貴重な経験をすることができたといいます。なんか私がすごい感動したのはなんかワークスタイルをもちろん見に行ったんですけど、それっていうよりもなんかライフスタイルの方を充実させてる方がすごい多いなって思って、なんか例えばなんか東京にいたらなんかコンビニあるじゃないですか。だから夜ご飯、まあ、ちょっと今日作るのめんどくさいからコンビニで買って帰ろうみたいなとかなるんですけど、そういうところを充実させることができる、なんかちゃんと一から作って食べるとか、なんかそういうところが豊かだったなっていうふうに思って、それが、大きな学びだったんじゃないかなって思います。3ヶ月ぐらい経ってやっぱ久々に写真とか見返すとやっぱりまた行きたいなって思う場所になってて、なんか竹田ってやっぱ東京と違ってやっぱすごいなんだろうな、お店が限られてるというか、東京とかってある意味物に溢れすぎてて規模もそんなにやっぱ都会と比べて大きくなかった分、店員さんとかとの関わりとか会話とかも結構今でも覚えてて、なんか地元のおばあちゃんとかがやってる店とかによく行ってたんですけど、そのおばあちゃんと話したこういうこと話したなとか今でも覚えてたりするので、そういう思い出とかも詰まってる場所になってるなって思います。地域の方たちは地域の方たちなりに結びつきがあって、でみんなすごく生き生きと生きてる姿を見て、あこれも一つ の私の道じゃないのかなっていうふうに考えは強まりましたね。決まってはまだないんですけど、はい。でもやっぱり自分の興味関心とかがより突き詰められた経験っていうか、なんかやっぱり服が好きだなって思ったし、それだその中でもその縫製業の問題とかにまたちょっとグッと関心が深まって、なんか、そこの関心が深まった大きなきっかけ経験だったなっていうふうに思うのと、
なんか自分が将来本当にその繊維の専門商社とか行って国内の縫製業とかと本当に関わるってなったら、その時はやっぱり武田被服さんに何かこう恩返しができるような何かプラスのことをできたらいいなとは思います。インターン生でありながらも正社員になったつもりで挑んだという2人、働くということに対しては何か思うところがあったのでしょうか。なんか私もともといろんなこと挑戦することに対してなんか割と大きい壁を作っちゃいがちなんですけど、なんか今回参加してみてなんか専務と関わっていく中でなんかやっぱりその仕事をしている姿だけじゃなくて人間だし人間味あるその専務の姿とかを見て、あ、そんな大きな壁を作らずに社会人になったからといって何が変わるわけでもないし、なんか分からないことは分からないってちゃんと主張してそれを聞けばいいと思うし、なんか常に学び続けていけば別に怖いことはないんじゃないかなっていうふうに思ったので、働くことに対して大きな壁はなくなったんじゃないかなっていうふうに思います。考え方をあんまりこうって固めなくていいんだなって思って、なんか難しい顔してなんか毎日つまらそうに仕事するよりも、なんかそういう楽しいことをこれが好きでして周りに公言しながらやってる人ってかっこいいなと思って、なんかそういう風な生き方がいいなって、都会でもしこれから過ごすにしてもそういう生き方ができればいいかなっていう風に思います。パネルディスカッションの最後に2人から会場の学生に向けてメッセージが送られました。地域ベンチャーって本当にその周りの大人たちが頑張る学生のことを応援する体制っていうか、応援してくれる人たちがいっぱいいるんで、なんか頑張れる環境がすごいある、すごい皆さんのことを欲してる人大人たちがめちゃめちゃいて、なんかすごいウェルカムな感じで待ってるので、踏み出すことに怖がらずになんかとりあえずやってみたら助けてくれる大人の方たくさんいますし、なんか皆さんの力になるように動いてくれる方々がたくさんいると思うので、竹田市で得た経験に裏打ちされた力強い言葉が会場に響きます。インターンシップをきっかけとして、はい、ありがとうございます。じゃあですね、ちょっと地域のでインターンを挑戦する学生について南田さんと佐藤さんですね、一言ずつちょっとコメントいただければなと思います。じゃあ佐藤さん、まあ、地域の学生も含めてどの辺が一番変わったりするかっていうようなところを少しご紹介いただいてもいいですか。そうですね、こう、まあ、地域側、学生側たちであるとは思うんですけども、まあ、地域側としては、まあ、例えば今まで大学生っていうのが町にはいなかったんですね。それを受け入れてみて大学生、若い人たちもう何かこう固定観念として、うん、まあ、地域行事には参加しなかったとか、うんうんうん、に参加しないという風土が大学生受け入れたことによって変わったっていうところが、うんうん、で大学生自身は、まあ、一つなんかこうちょっと何でしょう、おこがましい言い方をすれば第二の故郷という感じ、うんうん、人たちと接することによって帰省先の一つじゃないですけども、うん、そういう地域を持てるっていうのが変われるところなのかなと。うん、ありがとうございます。ちょっと後ほどですね、地域への愛着度っていうのもですね、ちょっとスライドでまたご説明できたらなと思います。じゃあ南田さんの方からなんか地域でインターンする意味なんかも含めてですね、学生にとってどういう意味があるかっていうあたり少しコメントいただいてもいいですか。はい、今佐藤さんおっしゃったこともそうなんですけど、やっぱりエントリーしてくる学生たちは地域に関心があって来る学生もいるし、ずっと東京とか都市部に行って地域とかふるさとって何って知りたくない そうですね、学生もいるし、うん、あと地域だから来たわけではなくて、そこでできることだったり、うん、そこで出会える人だったり、そこで取り組む誰がためみたいな、うんうん、課題に共感してくるみたいな、その地域を選んでくるというよりはそのプロジェクトだったり立ち向かえる課題感を選んでくるみたいな学生たちが多いのかなと思います。うんうん、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとスライド28を出していただいてよろしいですか。はい、先ほどですね、佐藤さんからも少しありましたけれども、まあ、大学生にしてみるとですね、自分のふるさとでもないところでインターンをやる、まあ、プロジェクトが面白いから行くっていうケースが一番多いんですけれども、まあ、このようにですね、非常に右側ですけれども地域への愛着度っていうのは高まります。
やっぱりですね、一人で生きていけない環境の中でですね、まあ、1ヶ月間生活しながら仕事をするっていうところがですね、非常にやっぱり地域の人にもお世話になりながらインターンシップを経験しますので、まあ、そういった点では非常にこう地域への愛着度を増すのかなというふうに思います。まあ、このあたりがですね、一つ地域としてインターンシップをやっていくポイントにもなるかなと思います。で、地域ベンチャー留学についてはですね、少しご質問もいただいてますけれども、こちらの図をですね、見ていただいて、地域ベンチャー留学に参画するにはですね、この右側の方ですけれども、地域コーディネート機関というものがですね、この後ご説明しますけれども、必ず必要になってきます。まあ、こういったコーディネート機関さんにですね、地域ベンチャー留学にエントリーをしていただいて、エティックの方で大学生を集めて、イベントを含めてご紹介しているというようなスキームでやっております。はい、じゃあですね、少し中間支援機能の役割と立ち上げ方ということについて話題を移していきたいなと思います。まずですね、これはですね、そこの下に書いてある報告書にも載っておりますので、また皆さんでぜひ検索して探し出していただくと良いかなと思いますけれども、まあ、教育的効果の高いインターンシップの設計のポイントというのが、まあ、この地方創生インターンシップの委員会でもですね、まあ、この考え方をベースに作ってますけれども、今日はですね、この1番と5番ですね、について少し触れながらお話ししていきたいなと思います。で、先に5番の方なんですけれども、まあ、皆さんの地域で結局何を目的にどういうインターンシップをやっていくのかっていうことを、まあ、このコーディネーター中心に考えていく必要はあるかなというふうに思います。で、このコーディネーターの役割というのは非常に、まあ、多岐にわたっておりまして、まあ、一人の人がとか一つの機関がですね、全てやるっていうパターンでもいいですし、まあ、みんなで役割分担していくっていう必要もあるかなと思いますけれども、まあ、対企業、対学生、あとコーディネーターが大学じゃない場合はですね、対大学も含めてですね、まあ、いろんなケアをしていく必要はあるのかなというふうに思います。で、立ち上げ方の部分ですけれども、まあ、このあたり、いろんな方があるかなというふうに思います。まあ、秋田県の魚町の佐藤さんのところでは、まあ、協力隊をもともと活用していて、まあ、その人たちが今、NPO 法人になってコーディネート機関としてなっている。でジネットさんのところは民間主導型ということで ABCD の D の部分になりますけれども、まあ、A や C のパターンというのもあったりするのかなというふうに思っています。で、現在ですね、全国にこのようなたくさんの、まあ、100地域近くですけれども、コーディネート機関の皆さんと一緒に、まあ、インターンシップもそうですし、副業兼業みたいな、こういった部分の活用なんかもしております。で、一番のポイントはですね、やっぱりこの一番の方で、まあ、コーディネート機関を置けばいいっていうよりはですね、まあ、皆さんの地域でなぜインターンシップをやっていくのかっていうところが非常にこう重要になってきます。で、これがですね、ないとですね、選ぶ方も選べなかったり、受け入れる企業さんも、まあ、大学の皆さん聞かれたことがあるかもしれないですけど、何をしてほしいんですかみたいなことを聞かれるケースもあるかなと思います。まあ、そのあたりが非常にポイントですし、まあ、こういった部分を育成してほしいとか、こういう目的でやってるんですっていうことをですね、明確にしていくことが必要かなと思います。まあ、これ決めるっていうよりは、地域の中でコミュニケーションしながらですね、形作っていく必要性っていうのはあるんじゃないかなと思います。まあ、目的によってはですね、もしかしたら1日でも、いいのかなっていうケースもあったりするかなと思います。で、佐藤さんはですね、パネル の事例紹介の時に目的をお話ししていただいたので、ちょっとジネットの南田さんの方からですね、まあ、1日でも成果が出せるようなインターンシップってどんなものがあるのかなっていうのをですね、少し簡単にご紹介していただければなと思います。じゃあ南田さん、ちょっと、スライド投影しながら、やりますのでお願いします。わかりました。まあ、ワンデーがインターンかどうかという議論は全国各地されていると思うんですが、今伊藤さんからあったように、どういう目的を設定してどの段階のプログラムだと位置づけるのかだというふうに思っています。例えばこの1って書いてあるのは別のあれなんですけど、定年時からのインターンシップなんかが最近増えてきてますが、その中でワンデーみたいなことが増えています。我々の中ではその複数の企業を訪問するっていうような取材型インターン、訪問型インターンシップ、仕事トリップというのを、ずっと取り組ませてもらっています。1日1社、経営者に会って、社員に会って、工場なんかを見せてもらって、今取り組む課題なんかのディスカッションするっていう、まあ、ワンテーマをしながらを、複数を回っていくっていうのをやってます。例えば1週間で月曜日が研修、金曜日が振り返り、火水木と1日1社訪問していくっていうようなプログラムをやって、知ってる会社もあれば全く知らない、興味もない会社にも行くというようなことをやってます。実際にやっていくとどうなるかというと、大体ですね、3社から4社を訪問を超えてくると中小企業に対しての関心度というのが上がっていったりします。
一社だけ行ったらなんか面白いとか面白くないで終わるんですけど、複数回っていくことで結構相対的に地域の企業やいろんなものを見れるようになってきて、自分と照らし合わせたりして考えられるようになっていくとか、いろんなタイプの人と出会うことでそのコミュニケーションみたいなものが慣れてきて、こう深掘りできるようになってきてっていうのは、3社4社5社と増えれば増えるほど関心度が増してきます。で、一方でワンデーのインターンシップは企業にとって何の意味があるんだと。で、採用ですかっていうと、まあ、そうじゃない意味づくりも十分できるっていうのが、やっていて、これなんかちらっと出てるのは何かというと、学生が例えば、1ヶ月かけて、20社に訪問しますみたいなことをやったときに、全部点数をつけてですね、自分がこの会社で働きたいと思うかっていうのを5点満点でつけて、平均点を出して、後日企業にすべてフィードバックをするっていうようなことをしています。ある会社は経営者さんの点数だけすごい高いけど社員さんの点数はめちゃくちゃ低いとか、ある会社は経営者さんの点数が低くって社員さんの点数はめちゃくちゃ高いとか、まあ、そういったものを返しながら若者からどう見られているのかっていうようなことを、ある種これも比較しながら自社のポジションっていうのを理解するっていうような企業に対しての研修のプログラムとしてもご提案していると、まあ、こういう形で両者のウィンっていうのを作っていくっていうのを例えばジーネットでは運営しています。はい、ありがとうございます。ですのであれですよね、これは学生がまあ評価してますけれども、企業さんもこういった評価をしてほしいっていう同意の、当たり前ですけど同意のもとにこういったアンケートをつけていただいて、まあ、それで採用ブランドも含めて改善のポイントも含めてフィードバックしていくというような形ですよね。そうですね、はい、ワンデーって結局適当になるんですよね、プログラムが。そうですね、うん、じゃなくて企業さんもやっぱ試されてるんだというような位置づけとしてご提案してますね、うんうん、そうですね。なのでしっかり事前研修をした上で、まあ、どういったポイントで企業を見たらいいのかっていう方を学生の方ももちろん学んでからいきますし、企業さんの方もどういうふうに受け入れの準備したらいいのか、あとはこう社員さんがワークショップなんかも確かするはずですけれども、どういうテーマでやったらいいのかっていうことで、まあ、しっかり準備して、受け入れてる期間はたった1日かもしれないですけれども、その1日を最大限、まあ、意味付けして効果があるというような形でやっているプログラムの例かなというふうに思っております。はい、大変駆け足で恐縮ですけれども、最後の話題に残り10分でいきたいと思います。じゃあですね、スライドちょっと前面の方に切り替えていただいて、最後ですね、非常にご質問も多かったオンラインのインターンシップについて少しお話をして、コメントをお二人からいただきたいなというふうに思っております。先ほどご紹介した地域ベンチャー留学はですね、この夏コロナの影響でですね、全面オンラインで行いました。まあ、内容もですね、あんまり変わっていなくて、まあ、こういったものをですね、オンラインで取り組んでいくというあたり、またちょっとウェブサイトも見ていただければなというふうに思います。まあ、Slack、あと Zoom、Google ドライブなんかも活用してですね、参加者同士、企業さんとも、あとコーディネーターですね、非常に密なコミュニケーションを取って行うことができたかなというふうに思っています。皆さんにですね、ぜひ後で読んでいただきたいポイントは、こちらはですね、復興庁さんがやられている復興創生インターンとですね、地域ベンチャー留学は型が似てるんですけれども、まあ、そのあたりも含めてですね、全国のコーディネーターたちと話した振り返りの結果になります。まあ、それぞれですね、オンラインでインターンをやることによるそのメリットと、あと課題、まあ、課題というかですね、もっとこういうふうにしていった方がいいかなっていうのを、それぞれ学生、企業、地域コーディネーターに対して、それぞれの分野で分析したものになります。ぜひですね、ご覧いただいて、なるほどこういう意味があるのかというところをですね、少し参考にしていただくと良いかなというふうに思います。じゃあちょっと3人投影していただいてよろしいですか。じゃあですね、まずご質問もいただいているので、佐藤さんの方からですね、今回まあ、以前は、住み込み型でやっていて、で今回オンラインに切り替えたというところで、まあ、少しこう面白かったなっていう部分と課題かなっていうふうに思われたところなんかを少しご紹介いただいてもよろしいですか。はい、まあ、そうですね、オンラインで今回、2社ということで受け入れをしたんですけど、どちらも、ホームページサイト立ち上げっていう、プロジェクトになってました。で、まあ、自学として、ホームページの、作成の仕方みたいな本をこちらからお送りして、で学びながら、まあ、ヒアリングをしながら作るという形ではありました。で、まあ、課題としてはやっぱりこう理解度があるのかどうかとか、やっぱりリアクションが薄いというか、うん、まあ、あんまりこう把握できない状況でしたので、そこら辺がこうコーディネーターだったりとか受け入れ側も感触としてはこう不思議な感覚っていうところがあったのかなと思ってます。で、まあ、受け入れのメリットとしては、まあ、動画ともない分、こちらでのコストがかからないは、非常に受け入れしやすいっていうところであったんですけども、まあ、そこら辺の課題ですね、コミュニケーションの課題と、プロジェクトの、
まあ、マネジメント上の課題、成果として、どれぐらいの量、給料設定が必要なのかというところが課題かなと思います。ありがとうございます。ちなみに、春に向けてはどんな想定をされているかもちょっとご紹介いただいていいですか。そうですね、まあ、春に向けてですね、オンラインの環境が揃ってる企業というのが恥ずかしいのでなかなかないというところも、ね、あって、まあ、このコロナ禍でそのインターンシップを受け入れることに対して人員が割けないという企業も、まあ、多いというふうに聞いています。でちょっとまあ受け入れ企業がないとなかなかこちらも進められないという現状で、まずは今必死に企業さんのヒアリングを進めているという状況になっています。はい、なんでまあ春もオンラインも絡めてやっていくけれども、まあ、受け入れ企業を今一生懸命こう開拓されているというような状況になりますかね。はい、まあ、実際に2社やられてみたので、まあ、そこの事例も使いながら開拓っていう、まあ、そういう今ステージにいらっしゃるのかなというふうに思います。ありがとうございます。じゃあ南田さんの方からですね、まあ、オンラインのインターンシップの、まあ、その効果、課題なんかも含めてですけれども、まあ、オンラインでインターンをやっていくことの意味、今後の方向性などについて少しコメントをいただいてもいいですか。はい、Gnetでもこのコロナ以降はほぼ全てのプログラムを、オンライン化してやりました。まあ、シンプルに分かりやすくいいことはですね、エリアを超えて人材を集めやすいっていうのが、まあ、何よりいいことだと思います。今現在例えばアムステルダム大学の学生がですね、愛知県の中小企業でインターンシップしてたりだとか、兵庫県の学生が岐阜県の介護事業所にインターンシップに来てたりだとか、通常だと生まれないマッチングが生まれてくっていうのがすごく良いポイントだと思います。でただ難しいのはやはり、従来のインターンでもどういう仕事を任せようかと悩まれている方々が地域に多い中で、さらに細かなジョブ設計をしなきゃいけないというのは、仕事の切り出しの難易度が上がるということ。でもう一つはリモート人材をマネジメントするっていう、つまり監督するっていう経験を持たれている方がいないので、外にいる人のマネジメント経験っていうのもやっぱフォローしなきゃいけないということ。で3つ目が単純にリテラシーが低い、使ったことがない、オンラインでミーティングしたことがない、仕事の進め方もやったことないというのは、まあ、こういうところが壁として、あります。でただポイントで慣れなので、初動の壁さえ越えてしまえば、そうですね、我々のところに受け入れている企業さんなんかの多くはですね、リモートでもインターンシップできるじゃんってなってるし逆に言うとリモートのインターンができる企業さんは社会人の兼業なんかも全国から受け入れられるので、あれ地元にいない人がうちの会社進めてくれるじゃんとか、実際に売上に転換することもありますし、人材を活用する幅がすごく広がるっていうのは実装した後の、企業さんの体験だとしてはすごく増えてますね。そうですね、この夏もやっぱりこれまでずっと住み込み型で受け入れをしてきたけれども、まあ、オンラインで切り替えて、まあ、非常にこう効果が上がったっていう企業さんもあればですね、まあ、面白いところではオンラインのインターンだから受け入れたいみたいな感じのことをおっしゃっていただく企業さんもあったかなと思いますので、まあ、非常に、まあ、もちろん距離を超えてっていう部分とですね、まあ、すごいやっぱりイメージが湧かない、実践型のインターンでただでさえイメージが湧いてないところにオンラインかみたいな感じでだいぶハードル2段上がってますけれども、まあ、その中でも、まあ、地道にこうしたケースも含めてですね、我々もですねぜひいろいろ普及を、進めていきたいなというふうに思っております。ではですね、最後お二人にはまたコメントをいただくとして、少し最後、情報提供も含めたスライド、49をちょっと出していただいてもよろしいですか。はい、ありがとうございます。ですね、今日はですね、映像2本ご覧いただきましたけれども、こちらの映像も含めてですね、この内閣府さんがやられている地方創生カレッジの167番ですね、地域にも企業にもメリットのあるインターンシップとはというタイトルで、無料で皆さんにはご覧いただくことが可能です。で今日ですね、動画に出ていた女子2人が行った大分県竹田市の事例はですね、第3章のレッスン4で、
まあ、じゃあ大分県竹田市ではどういうコーディネートされているのかという、VTR もございます。また今日ゲストで出ていただいた、ジネットさんもですね、南田さんも含めてですね、あの民間主導型ということで、まあ、どういった心構えでコーディネートしていったらいいのかというようなインタビューなんかも VTR で収めてございますので、またもしよろしければですね、皆さんの方でこちらも見ながらですね、インターンシップについてどのような取り組みしていったらいいのかなというところですね、少しご覧いただければと思っております。またですね、オンラインでやっぱりワンデイ的なものですけれども、やっぱり話を聞いたり社会人のインタビューしたりとか、いわゆるその体験型のインターンシップの機会が非常に減ってるよというお話は、全国各地で、聞いております。このですね、いつでもどこでもお仕事体験というこの、NPO 法人 JIE さんとですね、エンカレージさんがやられている取り組みはですね、大学の皆さんと連携をして行っていきたいということになっておりますので、もしよろしければですね、ウェブサイトの方をご覧いただいて、ある程度やっぱりオンラインですと目的を区切ってですね、必要のないところは結構、切り捨てるといったらちょっと語弊ありますけれども、ここだけできるっていうふうにやっていくことも結構重要かなと思いますので、そういった観点で少し、ご紹介をさせていただきました。じゃあですね、またちょっと3人の方に戻していただいて、最後にお二方から、これから、地方創生インターンシップ、またオンラインインターンシップに取り組んでいく、自治体と、大学関係者の皆さんに最後メッセージを、1分ずつですね、ただ1分以内ですね、ずついただいて終わりにしたいと思います。じゃあ、佐藤さんからよろしいですか。はい、メッセージっていう言い方もちょっとおこがましいところあるんですけども、実際こうどうなっていくかどうかわからないという状況の中で、オンラインとオフラインを融合しながら進めていくっていうのが、今後多分必要な動きかなと思っています。でその時に、実際に訪れたことがある方だったりとか、興味がある地域、オンラインというのが、距離をなくすので、そういった取り組みに、積極的に参加したいという学生のみならず、社会人の方々も多いと思います。それを、受け入れる地域というのが増えていくと、本当にこう何でしょうですか、日本全国ですね、どこでもこうオンラインインターンシップができるような状況になってくると思いますので、そういったコーディネート機関がある地域だけではなくて、また新たにコーディネート機関を立ち上げるという動きも、していただけるような形で進んでいければすごくいいかなと思っています。何の変哲もない、田舎町でも受け入れることができていますので、ご参考にしていただいて、皆さんで盛り上げていければなと思っています。以上です。はい、ありがとうございます。じゃあ南田さん最後お願いいたします。はい、1分と言いながら2つあるんですけど、はい、今日大学の方非常に多かったんですけど、オアシリオ機の映像も含めて企業側の価値が少しフォーカスされてた気がするので、裏側の方、大学生の教育って観点をお伝えしておきたらなと思っています。で、あの裏側ではですね、学生に何を学ぶ経験させるかっていうのも結構緻密に設計していまして、エティクさんはじめ、我々でインターンシップの品質基準みたいなものを作って、労働との線引きっていうのをかなり明確にしています。なので、学びがある前提で、企業にとっても価値があるプログラムをどう作るのかっていうのが、コーディネート機関の役割かなと思ったのが一つ目です。で、二つ目が、ご質問の中で、就職にどうつながったっていう話があったと思うんですけど、インターンシップをやれば就職するっていう考え方は、もうやめた方がいいんじゃないかと、まず思っています。むしろインターンを通じて、人を生かせる会社にやっぱりどう変わっていくのかとか、人が集まってくる地域にどう変わるのかってことが重要なんだと思っていて、例えば D ネットが支援している、インターンを受け入れてきた企業の方々の、非常に小さな会社ですね、100人未満、50人未満、30人未満の会社ですけど、5年以上経っての平均離職率は 20% 未満で、一般的な数字でいうと 40% から 50% 離職するって言われている中で、非常に少ない離職率になっています。で、その背景にあるのが、インターンシップなんかを受け入れながら、やっぱり人を生かせる経験を積んでいらっしゃるってことが非常に大きいと思うので、インターンの活用っていうのは、地域にとっては採用の直結する接点作りのプログラムではなくて、地域の人材を育てる土壌を開発するためのプログラムだと、そう考えるのが妥当な考え方ではないかなと。いうのをご質問があったので触れておきたいと思いました。以上です。はい、ありがとうございます。じゃあですね、そろそろ時間も迫ってまいりましたので、セミナー編ですかね、基礎編の部分はこちらで一旦終わりにしたいと思います。多くのご質問をいただいて、ちょっとですね、私の進行が不慣れなものでほとんど答えられていないんですけれども、もしお時間ありましたらですね、この後のズームミーティングの方の交流会ですね、
南田さんも佐藤さんも出られますので、もしよろしければですね、そちらに入っていただいて、また少しディスカッションの続きできたらと思っております。では、佐藤さん、南田さん、本日はありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。